建設が進む新しいサッカースタジアムを知事や広島市長など建設推進会議のメンバーが視察しました。シンボルとなる大屋根の工事も間もなく完了する予定です。スタジアム入ってきますと結構工事が進んでいるのかもしれません。今1階席メインスタンドのバルコニーに建設推進会議のメンバーが姿を現しました。スタジアムの工事現場を訪れたのは湯崎知事や広島市の松井市長、広島商工会議所の池田会頭やサンフレッチェの久保会長など2019年に設置された建設推進会議のメンバーです。まずは東側のスタンドをご覧ください。一番上の階の座席ですけれども、もう9割方設置が終わっているようですね。そして北側に目を向けますと大きな画面ご覧ください。縦9メートル横32メートルのメインビジョン設置が終わっています。一番上にはエディオンピースウィングと名前も入ってますね。そしてメインスタンドご覧ください。こちらも最上階座席の設置が間もなく完了するという感じで、で南側サンフレッチェのサポーターズシート、こちらの工事が今本格的に行われているところです。メインビジョンは国立競技場と同じ大きさで国内最大級です。スタジアムのシンボルとなる大屋根の工事は今月半ばで完了する段階になりました。また11月までにはピッチの芝張りも終える予定です。スタジアム本体工事の進捗率は8割まで進んでいるということです。ご協力をいただいた穴はね、直接見ることができて考え少し、具体的にこう見えてきて、だんだんとこうワクワクしてくるというか、素晴らしいものができつつあるなというふうに感じました。みんながですね、待ち望んだ街中スタジアム、ということで、計画通りですね、完成引き渡しオープンできることを期待するものでございます。県サッカー協会は開業する来年はオープニングイベントやワールドカップ予選などの日本代表戦を開催できるよう日本サッカー協会と調整していることを明らかにしました。エディオンピースウィング広島は12月に完成し来年2月に開業する予定です。いや、なんかもういよいよできるぞという感じがしてきましたけど、スタジアムとしてはもちろ ん, なんかこう建物としてもすごくこう魅力的な空間になっている感じですね。特に平尾さん、縦9メートル横32メートルの国立競技場と同じ大きさのビジョン、すごいですね。すごい場所的にもこうなんか中から見るとこうそそり立つというか、上の方にこじてましたけどスタンドもこう見下ろす感じで見てくるんですかね。このなんか角度が中から見ると全歴然としてたなというふうに思いましたけども、あの客席に座った時にどんな景色が見られるんだろうとか、なんかこう試合しているところを想像したりだとか、あの大型スクリーン、国立競技場と一緒ということは、ね、国際試合もたくさんあるのかなとかワクワクしますよね。そうなんです。国立競技場にあるからあの大きさでもなんかちょうどいいぐらいだったんでしょうけれども、このスタジアムで見るとより大きさを感じます、先月の半ばぐらいに完成してようやく今日お披露目ということだったんですが、あとはあのちょうどサポーターズシート側にも一回り小さいそれでも大きな画面がもう一台できるということで、まあ、あの家電が大好きな私的にはもう2つも楽しみなんですか。あれはあれ家電ですか。いやいやいや、もういや家電小林さんレポートが興奮してるから、サッカー好きの血が騒いでるかと思ったら、家電の方だったんですね。両方ですまた新たにね、あのまたあのこういった公開の時期が今月末ぐらいにもありそうなので、またその時にも見に行ってみたいなと思っています。